はい、どうもモレイラしか勝たんミソです。はい、本日はですね、明日予告されております5000万ダウンロード記念ガチャとこちらのミックスコラボのガチャ、どちらを引くべきかというね、解説させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、ついに明日選手並木ちゃんがね来るということで、これはね私もかなり困惑しておりまして、予想外の展開だったんですけども、まあそれを踏まえた上で私なりのね、持論を展開していきたいと思いますので、まだね、どちらを引くべきか迷ってらっしゃるという方、まあそもそもミックスコラボの方を引くべきか迷ってらっしゃる方等はですね、ぜひ参考にしていただけたらなというふうに思っておりますということでですね、早速結論から言ってしまいたいと思います。5000万ダウンロード記念ガチャの選手並木ちゃんとこのミックスコラボの3キャラ、どちらを引くべきかと言いますと、並木ちゃんの通常バージョンだったり別バージョンの在庫があるよという方は、明日の5000万ダウンロード記念ガチャの方を引いてあげてください。並木ちゃんの在庫が一切ないよと、少ないよという方はですね、こちらのねミックスコラボのガチャの方を引いた方がいいと思います。はい、というまあシンプルな理由ですね。各有私も並木ちゃんの在庫一切ございません。はい、なので非常に苦しい状況に立たされております。はい、でなんで並木ちゃんの在庫がないという方はですね、明日の5000万ダウンロード記念ガチャの方を引かない方がいいのかと言いますと、こちらのガチャをまあ例に出させていただきたいと思います。はい、前回の4900万ダウンロード記念ガチャの、目玉がアイリスのガチャですね。はい、でこの何千万ダウンロード記念ガチャのこの系統のガチャって実はめちゃくちゃ渋いんですよ。はい、というのも、まあ、このガチャを参考例で解説させていただきますと、まず厳選20キャラ、はい、結構多いです。はい、で SR の確定枠は実はないんですよ。まあ厳密に言うと SR の選択権はあります。はい、そこで SR を取ることはできるんですけども、そもそもガチャの道中の SR の確定枠がございません。さらに PSR の確定枠、はい、こちらもございませんということで、下手したら選択権で取れる SR1 枚で終わってしまう可能性も十分ありえます。出現率アップは一応かかってるんですけども、まあ、ただ言うてそれって 23% とか、そんな程度、まあ、よくて 30% のね、感じなので、まあ引くのは、まあ、かなり困難となっております。はい、で並木ちゃんの在庫が全然ない中で引いてしまうとどうなるのかと言いますと、はい、解放が全然できずに終わってしまう、はい、危険性がかなり高いです。はい、それだったらこちらのミックスコラボの方のガチャを、まあ、確実に引いて、まあ、3人のね母体を確保していくっていうのが、いいのかなというふうに個人的には思っております。はい、まあ、ただまあもう5000万ダウンロードっていうね、まあ大台に乗ったということで、運営さんがめちゃくちゃ優しかったら、まあ体感 15% くらいかなの確率で30連の並木ちゃん単独ピックアップのループガチャっていうね、可能性もなきにしもあらずなので、まあもうここはもうコナミとの駆け引きですね。はい、ただ私は8割5分このね何千万ダウンロード記念ガチャ系統のガチャだと思っておりますので、はい、ガチャ自体は非常に渋くなると思います。はい、まあ、オーズ2で使えるキャラとサイキッカーで使えるキャラが、まあ、ごちゃ混ぜになって、はい、で、まあ、並木ちゃんが、1人、ピックアップ、ショーアップキャラもいるのかな、まあ、いない方がいいんだけどね、はい、1人ピックアップされる形になると思っております。
はい。なので、基本的には、なみきちゃんの在庫がないよという方は、このミックスコラボの方のガチャを引いていく形がいいと思います。はい。まあ、それか、まあ、無課金の方は、思い切って、まあ、オーズス環境も言うて、まあ、あと3ヶ月くらいですよね、年末まで。今年終わるのも早いですね。はい。まあ、年末におそらく野手高校、まあ、ゲノムが来るのかなっていう感じになると思いますので、まあ、オーズ環境は、まあ、一旦終わりにして、まあ、年末に向けて石を貯めていく。ないし、まあ、来月には投手の強化高校が絶対に来ますので、そこのね、ガチャは絶対引かないと、まあ、楽しめないね。形になっておりますので、そこに向けて石を貯めていくっていうのも全然ありかな。はい。まあ言うて今までの常設キャラシュバリエだったりね、まあ六馬だったりのね、キャラを使っていく大筒でも、まあ、全然強い選手作れますので、まあそれでもいいかなとは個人的には思っております。正直このタイミングでね石使うのってでね、非常に苦しいんですよ。なので、まあ、私もちょっとどうしようかなって思ってるんですよね。だってねえ、なみきちゃん引いたところで解放できないからね。博士ゾーンももうほぼほぼないし、ということで、まあ、私も、まあ、ガチャ見て、最初にミックスコラボのねガチャの時やったように、厳選20キャラがもうほんと渋かったらもう、ガチスルーする可能性もあります。はい。まあ、その場合はちょっと赤井くんの解放はしておかなきゃいけないので、裏でねミックスコラボのガチャ回すかもしれないんですけども、まあ渋いガチャになることが濃厚ですので、はい、まあそこそこのね課金者の方はミックスコラボのガチャを引いておくのが、まあ、無難かなという感じですかね。だってまあこれはぜひコメント欄に書いてほしいんですけども、並木ちゃんのね在庫抱えてるよっていう方はですね、はい、ぜひまあ抱えてる方もね抱えてないという方もねぜひ書いていってください。まあ私の予想では抱えてないっていう方の方が多いんじゃないかなというふうに思っております。まあでもねよくよく考えればその5000万ダウンロードという節目で、まあパワープロアプリのゆかりのあるキャラが実装されるということを見据えて並木ちゃんを取っておくっていう考えもできなくはなかったので、まあこれはちょっとやられたなっていう感じですね。まあ、しかもまあもう本当に大筒のねラストピースになりそうなので、まあフレンド枠には絶対、借りなきゃいけないと思いますんでね。はい。まあちょっとそこは覚悟の上かなというふうに思っております。はい。まあ最後にね、まあどんな形のデッキになるのかなっていうのをちょっと確認して終わりたいなというふうに思っております。はい。まあ今のテンプレデッキがまあこちらですね。はい。でまあ外れる候補になるのが、まあ、こちらのカナオちゃん。はい。これ外せば、ミート上限106埋まりますよと。で、ナミキちゃん、守備上限プラス6を持っておりますので、まあ、サポート枠の、まあ、このハルカちゃんのところは無理してね、守備上限積まなくてもよくなりますよというところでですね。はい。ナミキちゃんがここ入ることによって、サポートの枠が1枚自由になりますと。いう感じですね。はい。で、まあ、もっと言ってしまえば、まあ、甘露寺難民の方、はい。甘露寺さんを、もう思い切って外して、はい。ここにね、まあ、練習効果アップ持ちの強いキャラを入れるっていうのも全然ありかな。はい。で、ここにね、筋力練習改革。これは別に、沢渡しおりだったり、あんこちゃんだったり、まあ、煉獄さんだったり、はい。誰でもよくなりますので、まあ、デッキの幅が、鬼滅難民の方からしたら広がるんじゃないかなというふうに思っております。はい。でまああとは赤いを外すパターンですね。はい。赤い外しのまあここをフレンド枠並木ちゃんだとして、まあここにまあ従来通りの金を使ってあげて、でまあ走塁練習改革を復活させる。はい。ここにまあ、かぐやとか入れてあげれば、まあ、6上限守備131の走塁練習改革込みのデッキも、まあ、できるようになりますよ、ということでですね。まあ、デッキの幅は、まあ、広がるっちゃ広がるんじゃないかな、というふうに思っております。はい。ということで、まあ、これ以上も、
大津のデッキが新キャラ来ることはないと思います。これがもうまさに完成形だと思います。はい。で、まあ大津の新キャラは、まあ、9月いっぱいで終わって、で10月からは、まあ、投手の許可が来て、まあ、そちらの、まあ、新キャラが続々と来て、で年末に野手の高校が来るっていうね、まあ、流れだと思いますので、はい。まあ、本当に大筒をまあ極めたいという方は、まあ、ラストのガチャ頑張りましょうという感じですかね。はい。ということでね、まあ、もう一度結論の方をね整理させていただきますと、並木ちゃんの在庫がないよという方はミックスコラボのガチャを手出した方がいいかなというふうに思っております。はい。並木ちゃん在庫がねそこそこそれなりにあるよという方は、明日のね5000万ダウンロードガチャを引いてあげて、まあ、並木ちゃんの45ないし50をね狙ってあげるのがいいかなというふうに思っております。はい。在庫があるという方はね、この変換券チャレンジもできますからね、かなり強みかなというふうに思っております。はい。という感じでね、今回の解説終わりたいと思います。はい。私は明日のガチャが来るのを恐怖しております。果たして、激渋ガチャで来るのか、超優しいループガチャで来るのか、はい。まあ明日のお楽しみということでね、チャンネル登録したいという方はぜひよろしくお願いいたします。それでは失礼します。 See you。